えっと、アトラスラジオ。えっ、ー、と、先週、えー、金曜日に録音することができなかったんで、えー、今週月曜か火曜にやろうかなと思ったら、もうすっかり木曜日になってしまってですね、今週分のアトラスラジオは迫ってきてるというのに、えー、先週分まだやってないという感じですね。まあ、これ、アトラスラジオ毎回聞いてくれてる方は、もうご存知の通りだと思うんですけど、あくまで、 アトラスというオカルトニュースの宣伝を兼ねて僕は趣味でやってるラジオなんでそのギャラをもらってやってることではないので僕の自由に好きなようにやっています。それでどうしても仕事が忙しくなってしまうとですねえこういうふうに先週金曜日更新用をなんと次の週の木曜日にやってると。 まあこれもまあちょっとまあある仕事の合間にやってる状態なのでいや本当に自由な番組だなと僕は思ってるんですが、えー、ちょっと余談をしますとですねえー、水曜日ですね今週の水曜日まあ昨日なんですけど えと富士山の、えー、結界を調べに行ってました非常にあの面白い結界でしたえっ、ー、と何箇所か富士山あの神社があるんですけども、えー、なぜ富士山が噴火しないのかあの僕は非常に不思議に思ってたんですねでまあ結界というと僕の得意な 範疇になるんですけど、まあ、それを徹底取材ししてきましたねで僕は気づかなかったポイントも見つかりましたのでこれはおいおい、えー、まとめていきたいなと、まあ、アトラスの記事にも出していきたいなと思ってますけどそうか日本っていう国は結界で、まあ、どうにか微妙にあの霊的なバランスとかね災害から あの身を守ってんだなと、えー、そういうふうに非常に再度確信確信したという感じですねああ喉かわいちゃった思いっきり水飲んでますけどえっ、ー、とまあそんなこんなで富士の決壊富,、えー、富士山の怒りの噴火を抑える 霊的スポットを水曜日は見てきましたということなんですけどもえと今日話すことはですねええとまあ我々日本人はですねまあ非常に本というものが好きでねあの出版文化というものに何百年もまあ触れてきたということなんでしょうね。まあ 出版という概念がいつできたのかっていうのはちょっとまだその定義というのは僕の中ではないんですがあの庶民も含めてですねまあいろんな人が幅広く出版物に触れるようになったのはまあ江戸時代以降ではないのかなというふうに思っておりますでまあ当時のグラビアアイドルみたいな感じがまあ西絵に書かれたどっか茶うのね美人の娘さんだったりうん でまあ、まあ、当時のなんだろうな男の遊びの特選外的な雑誌が、うん、吉原のねあの、えー、お店案内みたいな感じで出ていたりねでまああれでしょうねあの、まあ、鳥山石燕の風刺画が、まあ、妖怪画が、まあ、一つの風刺画になっていてコミック的な要素があったり。 水着しげるの妖怪図鑑的な意味があったりして多くの人に読まれたりで錦絵っていうのが錦絵浮世絵っていうものがまあ江戸から明治にかけて、えー、庶民に非常に消費されることになるんですがこれなんかはまあ新聞の一コマ漫画とかあのー、まあ今でいうなんだろうなあのパロディーイラストっていうんですかね えー、そういう象徴的な、あのー、割と構造的に社会を揶揄したり解虐した構図によって、えー、人々の心をくすぐったという文化でこれも一つの文化ではなかったのかなと僕は思ってます。でその文化がまあここ10年ですね大幅に変わってきたかなといった印象があります。 それでまあ要するにネットの普及により出版という文化が滅びるのではないかという話を今日はしたいと思うんですけどもあの僕は子どもの頃から本の虫でしたね。まあ、今老眼になってはほとんど本読まなくなっちゃったんですけどやっぱりタブレットであの電子出版を拡大して読むのが楽でいいなと思って。 もう拡大して読むしかないんですけどあの何でしょうねやっぱりかつてはねあの本の匂いが好きでしたね子供の頃なんかはね夏休みの前に「新潮文庫の百冊」っていう小冊子をもらってきましてね本屋さんでで今年は何を読もうかななんてこうその新潮文庫の百冊をめくりながらね あこの三島由紀夫のこの新しいやつ読んだことなかこのあ、ね、小説読んだことなかったなとか思いながら「太、う、宰、ん、治のこの話知らないな読んでみようかな」と思ったりねまあ当然僕は高校1年生ぐらいまでかなあの横見の清史先生はご存命でしたので「あの悪霊島っていうあの、ね、新しい書き下ろし二分冊になってる。 やつの発売を心待ちにしたりね横溝正史の新作をリアルタイムで待っていたっていう体験は僕らのの世代が最後なななんじゃないのかなもう横溝正史先生もだいぶご高齢でよく本に書かれてたんですかね年を取ってくると「饒舌になる」という気が短くなるか「饒舌になるか」の2パターンなんだけど僕は「饒舌になってしまった」なんて言って。 まあ悪霊とを長々と書いたわけですね。まあ,あれ映画がした時には香川康史さんがあのね金田一耕作役やってレッドイートビーがあの映画のバックに流れていてまあ非常に面白い映画でもあったし小説も面白かったですね。あのまあ。 発売を楽しみにはしてたんですけどこ子供ですからね金がなくてね文庫になるのを待ってたっていう感じですねでも急いで帯がある時に買ったとで子供時代買ったよくみの精子の本は全部残してたんですけどあの本箱にで積んでたらですね台風の日に全部やられちゃって残念ながらみんなもうびしょびしょになって捨ててしまったっていうのは未だに。 心残りりだなと思っておりますまあ非常にいい思い出でもあるし残念な思い出でもあるとあと「四仮面」っていう横溝聖史先生が新聞なんかね名古屋かどっかの新聞に連載していた作品が見つかってで結論があったんで結論を当時誰だったかなあの誰か小林さんかな誰か有名な あの編集上がりの方が補填して、えー、それも、えー、本になったんですねこれもまたソフトカバーの本で本屋に買いに行ってんを貪るよううに読んだという思い思出があります、まあ小学校の時はね江戸川乱歩先生の「少年探偵団」シリーズを読んだりしてまあシャーロック・ホームズは小学校から中学校にかけて読む。 で中学校から高校にかけては金田一幸介シリーズを読むというえまあ贅沢な少年時代を送ったのかなと、まあ、そまあ出版文化どっぷりですよまあ昭和のオーカルト子供本はむちゃくちゃな内容でしたからねまあなんだか変だなと思いながらも楽しんで読んでましたねだからあの本の印刷の匂いが好きでね おばあちゃんからお年玉もらうとどのオカルトネタの本を買うのかどのミステリー本を買うのかってもう悩んだものですよねまあ将来はこういう出版関係とかに携わって生きていきたいなと思っていて漠然と思ってはいたんですがまあそれで一生涯飯を食っていくことになるとは 思いいもらなかったったていうののが僕の本音ですねそれで、えー、20年ぐらい前まあ違うかな1 5 6年前かな犬山明彦くんあの今大崎一番太郎とかねあのやってる子なんです彼は非常に頭のいい男でねスパンキーっていうもう1718年前から着ぐるみを作ってましてイルキャラブームの先駆けの子なんですけどで彼がねまだね当時20代だった のかなそれで、えー、まだ分かったですよ20代全般だったのかもしれないけどあのー「いるキャラのブームは来ますよ」って言われて俺ピンとこなかったんですけどまあ後に立証されるんですけどその彼がですね出版物の時代終わりますよってことを1 7 8年前に言ってたんですね2001年とか2002年ぐらい2002年ぐらいかなに言ってたと。で まあ確かにネットが普及していけばそういう時代も来るだろうしただでいろんな情報を読める時代になっちゃったからうんそのこともあるかもしれないけどくななくるってことはないんじゃないいっていう,う話をした記憶がありますああのじゃあ出版物っては今後どういう形になるんだろ、ね、う犬山くんって聞いて犬山くんがコレクターズアイテムになりますって話をしたんですね。 つまりあの本を読む読んで情報を取るものっていうのではなくしてですねあ,のあくまでコレクションとして皆さんが本を買うようになる,時代なるだろうとだからコレクション性を重視しないとやっぱり本っていうのは今後生き残れないんじゃないのかなって話を犬山君はしてました犬山君は非常に頭のいい男であの上の学校とかは行ってないんですけどあ,のあまり その学歴に関係のない頭の良さを持っている男ですね非常にキレますであいつが頭が良すぎて僕は何言ってるかよく分かんねえなと思う時もあるんですけどそれも図らずもう的中しているっていう犬山明彦の予言を当たってるっていう感じですねあの今ねいろんなグッズの本が売れてるんですよあのバッグがついてるとか お。こんな品物が付いてる。特に女性向きでそういう傾向が強いんですけど、いろんなグッズが売れてるという時代になってきました。単純に本の中身だけで売れるっていう時代はなくなってきたんですね。で、10万部超える本のヒットっていうのはあまり各社聞かれなくなりつつあります。まあ、当然ヒットする20万部30万部売れるって本もあるんですけど。まあ、全体的に本の売り上げが半分ぐらいになってますね。 で各出版社、まあ、有名企業、まあ、具体的な名前言うと支障がありますけど有名企業が潰れるという噂が業界内部で広がっています。でただ僕はねそう簡単に出版社は潰れないと思ってるんですよ。それは本が潰れないから潰れないのではなくて出版社はね意外とビルを持ってるんですね。なんとかなんとか出版のビルっていうビルがですね意外と持っていて。 あの人たちがまだ潰れないでいるのは不動産屋さんだから潰れないんですねで社員を減らしてまあ絞り込んでそれで不動産の上がりでどうにか食ってるというででも一応形は出版社ということになってるけどまあ大ヒットがあんまり出ないそれで雑誌がどんどん潰れるといった状況になってますでコンビニの書棚を見てもらうと前はね 本当何十種類も雑誌があったんですよ。これ飛鳥秋先生も同じことをやってるんですけど僕も週に1回コンビニを見に行ってどどんんなな人がどんな雑誌を買っっててていいるかっていうのはリサーチしてま,すまあただの婦人者なんですけどもう30分ぐらい見ていてあのちょっとガテン系のあんちゃんちょっとトっぽいあんちゃんが何買ってんのかなと。OL さんん風のなんか こうね、キャリアウーマンのお姉さんがどんなのを買ってるのかってよく見てるんですけど雑誌の種類が非常になくなくりましたね僕はリサーチをしていてこんな雑誌初めて見たっていうのがずいぶんいろんな出版社から出たんですねでまあ出版そのものにいろんな規制があります暴力団とか反社会的勢力半グレとかねそういう反社会的勢力を締め出そうという動きが九州から 福岡から始まりまりしてそういうまあねそう反社会的勢力を美化するような雑誌とか漫画とかはどんどんスポイルされていくと。で今後はちょっとねヘアヌードとか乗ってる週刊誌はどんどんなくしていくみたいですよであ,のあれ外国人が日本のコンビニに来て雑誌をパラパラと見てヘアヌードが乗ってるのを見てびっくり仰天するっていうのはありまして。 まあ子供が手に取る可能性がある場所にヘアヌードがあるということ自体信じられないってこれはまあ海外の常識なんですけどまあ今後はそういうものもなくまあエロとえ暴力みたいなものがどんどんなくなっていくということでまあそれでも雑誌の数は減ってそういう規制によっても減っていく同時に出版物が売れなくなっていって減っていくでも出版社は潰れない 不動産を持っている出版社はしぶとく生き残っている。で、一番何が取り残されているのかなと思うと出版社と消費者は生き残っているんですが取り残されているのは作家が取り残されているんですね。でまあ僕より先輩の上の世代の人たちっていうのはネットを軽んじてた形跡があります飯を食っていろいろ話をしていて僕は日本ツーンで。 アップルコンピューターが日本に進出した時にですねアップルの,あのホストコンピューターをいじってたんですねシンガポールにありまして大体夕方ぐらい出勤してきてですねあの在庫とかあの品物の寸法を測ったり税量を測ったりしながらデータにミスがあればホストコンピューターにアクセスしてそれを修正するで在庫データも、えー、修正するそういうことをやってましたどうしても破損とかですね え受損とかです、ね、まあいろんなことがあって、まあ、輸送中に壊れたり、まあ、欠品になっていたりなんか濡れていたりしてですね、まあ、は排除する在庫があったりですねあの大きさの寸法か結構海外の人ってアバウトなんですねでそれをね僕は全部修正していったんですよだから深夜2時ぐらいにシンガポールのホストコンピューターにアクセスしてデータを直してました。 まあ、そういった絡みもありましてもう200人ぐらいしか日本人がホームページやってない頃からインターネットとかは上司の M 係長と一緒に見てまして面白いななんて言ってたんですね。日本人がほとんどホーームページやってない頃ですよで逆に海外のホームページ見たら結構、ね、えげつない、ね、ヌードが出たりしてもうびっくり仰天しましたけどね僕らとしては。我々はあの裏本とかね 裏ビデオの世代でししたたからなんじゃゃこりゃと思いましたよねだからこれは大変なことになるぞなんて思っていてアップルの社員の人といろもう今相当僕と一緒に仕事やってた人は上層部になってるんですけどその人たちといろんな話をしましたいやーだからあの時に僕の考え方ってのは変わりましたのでサッカーデビューした後もですねあのいやこれインターネットが 出版界を食いつぶすぞっていすう予感はありました、ねでまあ犬山君に言われた時はまさかそこまでとは思ったんですけどまあ今となってみればまあそんな風になってしまったなといった印象があります。で出版業界に夢を持って就職してきた人たちもいるかもしれないんだけど今後出版は零細企業零細産業 用産業になります、えー、これは間違いないですね。でじゃあ何が問題なのかというと肝心の出版物を本を生み出していた本のお父さんお母さんであった作家さん僕のちょっと上の50代後半の作家さんぐらいたちがそれについていってないんですね。いや僕も何度か話す気があって「いやもう先輩あのインターネットの時代ですよ」って言うと「山口くんはネットかぶれだな」みたいなことよく言われてね。 分かってないなと思っててなないと思たんですけどだから今ねそのまあこの「アトラスラジオ」も言ってるんですけどやっぱり2,000万3,000万取ってた作家さんがね収入が、ね、1,000万切って700万とか800万になってかといって作家としてのプライドを維持しなきゃいけないからそれなりにいい服装を着てですねまあいい格好をしていい食事をして。 いい生活をしなきゃいけないっていう作家の面ンにこだわっているところがあってシーツはあまり変わらないでも右は変わってしまったということでどんどん生活が破綻してるんですねでそれ周りの人間もすごい心配してるんですけどいまだに出版物で逆転ホームランが打てるようになるでまあ親しい先輩だったら僕がこうい解くんですけどやっぱり 50代後半60代の先輩でそこまで分かってらっしゃる人はいないですねあの飛鳥教先生ってのは大したもんですねあの分かってますねあの人はあのコンビニで雑誌でどんな本が出てどんな本が売れてるかってリサーチ僕がしてる時にですねすでに50代の飛鳥先生がやってたというのを聞いて僕は40代の時に40代かな40になったばっかりぐらいの頃に。 聞いてびっくりしたことがあるんですけどあのそれぐらいやっぱり敏感な人ですから飛鳥先生はネットに移行していくべきだということを確信して持ってらっしゃって自ら出版社を作ってますねだからこれからの作家はですねそのネットとか裁判に移行しないと生き残ることができないと思ってます。あのネットに ネットのいやこの本はネットだけしか出さないよっていう本がですね今後中心になってくるんじゃないのかなと僕は漠然と思ってますよあの、まあ、当然コレクターズアイテムとしての出版物っていうのはあると思うんですけどその出版物の身入りとか収入規模がですねすごい少なくなっているので僕はそれを会社の運営の収入としては見てません。 あくまでそれ名刺代わりで出してるみたいな感じで考えていただければとか言いながらも僕の出してる本は他の先輩方とは違って皆さんの支持もあって売れてるんですけどねあの政党者から出してる日本の妖怪大百科も11万部突破しまして世界の妖怪大百科は10万部突破しましたうんそれでねあの中尾から出してる 未確認生物図鑑もね7万部突破してあの「怪奇ファイル X」かななんかタイトル忘れちゃいましたけどねそれも長岡亜生ですけどそれももう2万部3万部いってるんじゃないですかね割と子供本は調子いいんですよあの子供は本をコレクションしますからこれは僕は子供の頃から変わってないんですけど 計らずもコレクションズアイテムなんですよ大人は本を読んで小説を読んであ読み終わったら捨てちゃったりするじゃないですか。ねえいやブックオフに売ったりしますけど子供売らないですから妖怪図鑑何度も読みますからあれは読み捨てるもんじゃなくてコレクションだからこれ俺の妖怪図鑑お前に貸してやるよって言って友達に貸したりしてそれで思い出と一緒に取っとくんですよ。だから思いい出が付属しやすい コレクターズアイテムなんですよねだから僕は今子供に活路を見出して、えー、毎年のように子供も作ってるんですけどまたそういった意味ではですねあの手帳の高橋で有名な高橋書店から出る、ね、不思議な生物の未確認生物がこれ高橋書店から、えー、出ますのでもう出たのかな この放,ら放送が流される1月末の段階ではもう出てると思います。これかなり新種を意図的に入れてますので読んでくだされば、まあ夏休みの観察日記、まあ春休みかな、今だと、えー、そういう意味合いも込めてですね、遊べる楽しい夕まず図鑑にしてますので、ぜひ皆さん読んでくださいという感じですね。だから <laughs> そんなことを考えていくとコレクターズアイテムと,、えー、と電子上の出版物に焦点を絞ってあのビジネスの舵を切っていかない人はどんどん沈没していく。でも沈没しているけど作家さんでプライドが高いからあの落ち目になっても生活レベルを変えることができなくてまあ収入がないけど出費は変わらないということで見栄を張って苦しい思いをしている。 僕ななんかか服装に金かけないですから、ね、あのねジーパンにポロシャツとかねキャップかぶって「あみんな久しぶり」みたいな感じで行きますから全然お金もかからないしホテルは安いよビジネスを安ければ安いよと好きですからね大阪なんかおばあちゃんが手作りでやってる変な旅館変な旅館で行っちゃいたい何かあの変わった旅館に ももううう親戚の家にに泊まるよなな感じでもうすっっかり仲良しになってそこのおばちゃんとねそこの息子さんがやってる大阪のちょっとした下町でやってるとこに泊まってねそこで毎週毎週っていうか毎月寝てるんですけどなんかね僕は安いほどいいんですね飯も安い方がいいしだからあんまり出費も変わんないしでも収入はあんまり落ちてない前も言ったように20%ダウンぐらいしで今推移してるんですよ。 それどころか今年はちょっと20%ダウンした分を取り返そうという動きを見せてますんでまだまだ山口敏太郎は頑張れるかなといったところですねだから出版物の思い出っていうのは僕にとってはすごいあるんですよね「うん、エドガー・ランプ」「シャーロック・ホームズ」うん「でまあ、横溝選手」と「金田一耕助シリーズ。 いいいろいろ思い出があるんですで当然水木しげる佐藤有文中岡俊也そういったものをまあ当然プロレスも大好きですよねプロレス本とかねそういう思いはあるんだけどその思いは思いと別として出版物の文化に見切りをつけなきゃいけない時代が来たのかなと僕は思ってますねだからコレクターズアイテムにシフトするで大人向きのコレクターズアイテム本も作れるはずなんですよね だからね、大人の本でコレクターズアイテム的な出版社を横断する形でこれ一つのマンダラ図ですよこの本とこの本を全て集めると一つのマンダラ図ができますよっていうマンダラ図の構築はもう20年前から僕の頭の中にあってですね全部の本を揃えないと山口敏太郎が言ってることがよく理解できないというマンダラ図構造っていうのは前からあってそれを もううちょっとファンにアピールしていこうかなそしたら「あ俺この本のこの部分読んでない」え「えこの本ちょっと貴重じゃん」みたいな感じでコレクターズアイテム的な演出をしていけばですね大人の本も売れる可能性があるのかなと。で僕はですねもう一つ思ってるのはあのー、まあ,あコレクターズアイテム化の狙いというのとサイバー化。 この2つのつと3曲目、えー、もう一つ考えてるのは本当の意味での雑誌の雑誌っていうのはミニコミしか残んないと思います。あの月刊住職とかねあの何、ー、だったかな月刊何だったかなえっ、ー、とねあの月刊雑魚寝じゃなかった月刊野宿だったかななんか そういういねえらくマニアックなところに絞った本が売れるんですよ。で以前社員と一緒に原価計算したことあるんですけど全部売れたたらミニコミシで生きてていいけるかなっっう作戦も練ったことがありま,すまだうちの会社にですね全部定期的に買ってくれる雑誌を作れる戦力がないのでまだそこに決断は行ってないんですけども もし経営がですね落ち着いてきたらそのミニコミ誌制作っていうのに舵を取りたいな舵を切りたいなと思ってますあのこの本当の意味でのこの雑誌というのはミニコミ誌のみが生き残るでもねやっぱりねメジャーな出版社で何十万部売ったとかねそういったプライドの高い編集者がたくさんいるんですよそういう人たちがねミニコミ師で 年年にに回回出ます年に6回出まますす売ってる部数は2,000部から3,000部です。それじゃあ満足しないんですね。だからね、まあ、今年の狙いは子供本へコレクターズアイテムの提供。で大人に対して特に五十歳以上50歳以上の大人に対して、えー、そういったものを提供していくっていう。 こととをですね僕は推し進めていいきたいかなとそれと同時にミニコミ誌の提案をやっていきたいかなという気持ちは持ってますね。でまあ当然サイバー化で、ね、小説家になりたいなんてあんなところであんなところって別に褒めてるんですよ僕はあ。ああいう変わったところからなんか作家がどんどん生まれてるって話を聞いてあのね僕は面白いなと思ってるんですよ。僕はだから僕の新作は の山口み太郎の新作の妖怪図鑑ネットでしか売ってねえぞっていうのがあってもいいのかなって僕は最近思い始めてますねだからちょっと時代が変わる変わり目なんでその変わり目に合わせてやっていきたいなと思っておりますえー、アトラスラジオ」今週はここまでにしたいと思いますよろしくお願いします